ダフニ修道院、オシオスルカス修道院、ヒオス島のネアモニ修道院は、ギリシャ共和国にあるユネスコの世界遺産。東ローマ帝国の時代に建設されたギリシャ正教の3つの修道院から構成される。1990年に世界遺産として登録された。登録名に列記されている3つの修道院は、地理的には大きく離れた場所に所在しているが、いずれもビザンティン時代中期に建設された修道院である。これらの修道院の中央聖堂をはじめとする主要な建物は、中期ビザンティン建築に、特徴的なスクインチ式教会堂の形式で建てられている。また、ギリシャ共和国において11世紀に作成されたモザイクが残されているのはこの3つの修道院のみである。ネアモニ以外の修道院については建設の過程はほとんど知られていない。ダフニ・オシオスルカスネアモニダフニ修道院、オシオスルカス修道院、ヒオス島のネアモニ修道院この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。